どうも、週休5日のスーツです。こんばんは。また今週もね、私の5連休が始まりました。まあ、つまり始まったっていうよりもほとんど休みばっかりなんですけど、それはただ大学に行かないだけということでありまして、実際にはその、じゃあ5連休の間何やってんのって、もうパソコン作業とかね、こうあちこち走り回ったりとか、まあ、大変なんですけど、私だって別にその5連休でじゃあグダグダして遊び回ってるかっていうと、まあ、必ずしもそうじゃなく大変なことはいろいろあるもんですが、でもね、皆さんもそれは同じわけでして、別に私だけが大変な思いをしてるわけじゃありません。で、そういう時に大変な思いをしている方たちにはですね、やはりそれなりの楽しみ、息抜きというものが必要なわけです。私がその役割を自分の週休5日を使ってそれで提供できれば、もうそれが素晴らしいことだというふうに日々心得ております。そういうわけで、今週はですね、これからまず今の大学があって、今ここは横浜なんですけど、これからもう完全に夜は暗くなってますが、夜行列車に乗りまして、浅草から東武線の夜行列車、あのね、最近東武線とか西武線とかでも夜行列車やるようになったんですが、栃木県までの短い距離で私鉄夜行列車っていうのがあるんですね。東武日光までスペーシアで向かいます。それから秋の、霧降高原じゃない、どこだっけな、まあ、大体ね、あの山の上の丸沼高原だったかな、そっちの方までそのスペーシア号の連絡するバスで行きまして、まずは朝の日光のそれをね探訪、その後は、新幹線かなんかで戻ってきて、埼玉県の川越でも行こうかなと思ってます。まあ、それはいろいろ理由があって、鉄道チャンネルに動画の一部投稿すると思うんですけど、それからその後は今度、ね、宮城県じゃなくてどこだ、あそこは、茨城県まで飛んで行って石岡というところでですね、ちょっとまたあの地磁気観測所というものをちょっと見させていただいて、そこから今度東京へ飛んで戻った後、またもう一度夜行列車に乗っても、夜行列車はね、あの移動時間の短縮に効果はてきめんですけれど、それで京都からまた兵庫県のね、あの、まあ、福知山京都府なんですけど、城崎温泉とかそういったところに行った後、また戻ってきてから今度愛知県などに行って、そのまま大学に行くというね、こう大学とするから旅行をもう往復していて、大学が旅行の一環となっていることはもはや間違いないみたいな、そんな生活を送っておりますが、まあ、しかし遊びじゃないんですよということは皆さんに一応自分のプライドとしてお伝えしておきつつも、この様子を皆さんに滑稽に楽しんでいただければ大変幸いです。これから浅草まで向かいます。よろしくお願いいたします。ちょうどホームに来ると列車が行っちゃうんだからな、めんどくさい方ですね。これは私が悪いんですけど、本日上野といえば、私がダントツおすすめするのがこのうどん屋さんです。ここはうまい。で、時間が余っておりますんでね、忍ばずのところでちょっと出てきて、上野駅の観光というわけです。I know what are you doing? ベルリンとかパリとかね、それからローマでもやってたな、それからミラノでは見なかったけど、まあ、そういうところでいろいろやってた募金詐欺、上野でもやっております。あのね、カッコつけて英語で I know what are you doing? って言ったんだけど、よく考えたら What are you doing? ってここで使うべき言葉じゃなかった気がしますけどね。もう全国というか世界中共通なんだな、あれは。あれ何やってるかって言ったら、募金詐欺をやってるんですね。で、なんか体の不自由な方のために募金お願いしますみたいなこと言って、それでお金を奪っていくと。あれで入れる人もいるんだから大した問題なと思いますけどね。それからそれをやってる隙に海外ではスリをするというのもいるようですが、日本では今のところそこまでの技巧派は今のところはいないようです。ああいう感じでね、募金作業をやってくる人っていっぱい見かけるんですけど、でもスローとしてきた人は見たことないんですよね。まあ、どっかにはいると思いますけどね、絶対。別に上野観光って言ってもなんてことはなくてね、またいつものように西郷さんでも見に来るかって、まあ、それぐらいしかやることは思いつかないわけですけど、まあ、上野公園のこの辺りに来て、なんかこうちょっとね、知的なイメージをこう吸収して帰ると、それだけでもいいんじゃないでしょうか。でね、イタリアの観光のところでね、動画紹介した時にも、いや、イタリア人はそんなに悪い人はいないんだけど、でもやってくる人がね、また外から来る人たちがああいう悪いことするんですよみたいな話は、まあ、結構いろんな人から聞かされたんですけど、なんかちょっと分かりますね。日本人でああいうのやってる人って、まあ、それはいるんでしょうけど、まあ、見ないですよね。やっぱ外国から来た人がああいうようなところで駅前でね、募金詐欺とか、まあ、そういうことをやってるわけですよ。それで日本に行ったらそういう変なやつがいて治安が悪かったら日本はダメだみたいに言われたら、ちょっとやっぱ、いや本当は違うんだけどな、日本人は、まあ、そういうことは悪いことはしないよと、まあ、大して親切なこともしないんですけど、実はね、でも悪いことそんな日本人はしないんですけどねと、なんかこう反論したくなってくるもんです。なんとなく分かったな、まあそんぐらいでいいや。結局上野駅の一番の観光は、海外で散々体験した募金詐欺おばさん、まあお姉ちゃんですけどね、その人たちへの遭遇ということになりました。
この上野の地もそういうのに侵食されてきた方がだんだん悲しくなってくるものですが、まあ、他にもね、京都、梅田、それから、大崎とかね、恵比寿でも経験したし、横浜の駅の前でも横浜駅でもやってるの見たことがありますんで、まあ、上野だけではありませんけど、そうか、ここもついにという感じです。悲しいですね。ちょっと滑らないように気をつけないとな。なんでこんなによく濡れてるんだってぐらいによく濡れております。いや、いいね、これが東京ですよ、皆さん。お、あれね、特別な電車ですよ。昔の営団の地下鉄のその車内の雰囲気とかを復刻したオレンジ色とかね、座席のあの色とか、そういうのを昔ながらに揃えた電車です。あれ銀座線の名物なんですよね。あれに乗りたかったですが、しょうがありません。銀座線は日本で一番古い地下鉄なんですよね。浅草上野間、今私の乗るところが最も昔からある区間です。浅草駅の到着ホームは2番線です。なんか来るたんびに浅草駅が綺麗になってる気がするね。あの東武線の特急に乗るんですけど、23時55分発ということでまだ時間が余ってますから、じゃあこの雷門でもたまには見に来るかと。暇つぶしにはちょうどいいところですね。一応ね、家系的にこの辺には馴染みがあるんですけど、まずあの名物雷おこしを買われるんだったら、雷門のこのすぐお隣のね、名前わかんないんですが、あそこのあのお城みたいなこの建物ですよ。それからあとはまあ天ぷらの名所っていうのは、法事の終わったらね、大体あそこ行くのがまあうちもお決まりだったんですけど、あそこの天ぷら三条でいいのかな、あの天ぷら屋ね、で脇のところからあの揚げまんじゅう1個180円で今売ってますけどね、これも美味しいところ。それからあとは有名な人形焼きを買われるんだったら、このまま仲見世お通りになられて奥に入ってから、そのね、なんていうの、浅草寺に入るところの手前右側のところにあるお店をご利用になられると、まあ、大体浅草の定番名物みたいなものは揃うかなと思います。スクランブルが赤になってしまいました、渡ろうと思ったのにね。それからあとは浅草の名物ったら、まあ大体こんぐらいかね。多分他にもなんかの浅草の今半とかでね、あのいろいろ食べられるのもよろしいかと思います。こちらはなんか割と最近できたらしい、こういう観光客向けの設備でして、私も一度だけね利用したことあるんですけど、Wi-Fi は使い放題、それからあとはなんだっけ、コンセントか、コンセントも使い放題で、この高い上のあたりの階層からですね、雷門を見下ろすことができると、何をとっても素晴らしいところでしたよ。全国旅行するようなね、仕事をすることによって、良かったこと一つにはね、東京を新鮮な気分で観光できるっていうのがありますね。もう東京にいることさえ少なくなってしまいましたんで、あちこち出ずっぱりですから、雷門だってね、それから大阪城の大阪城公園だって行くような頻度はもはや変わらないわけですよ。夜もライトアップしております雷門の大きな提灯、松下電器が奉納したもので、現在の要するにパナソニックです。個人的には夜の仲見世通りって最高だと思うんですけどね、別にこんなところ歩いてもあんま買い物なんかしませんのでね、それよりもこういうふうにこう整然とした感じ、お客さんも大していなくて、奥のあたりまで、まあ一番奥のところまで見渡すことはやっぱりこの時間であっても無理ですけれど、すっと遠くまでまっすぐ連なっている感じ、これがね素晴らしいもんです。あとはすごい朝早くかな、今ほど観光客が多くなかった時、東日本大震災の直後にですね、本当の直後に私ここへ来てね観光したことあったんですけど、あの時はね、かなり観光客が朝っぱらにしかも来ましたんで少なくて、それもまた見応えがありましたね。じゃあここから先はね、やっぱ話の流れが通じるように列車での移動シーンなんかもちゃんと取り込みますけど、これから乗る東武線の夜行列車ってものも、まあ、珍しくて面白いものなはずですから、それについて興味のある方はまたそれはそれで、スーツ A チャンネルの方に動画が投稿してありますんで、それで見ていただければいいんじゃないかなと思います。多分スペーシア夜行とか東武夜行列車って検索されればもっとね詳しい動画が出てくるはずですからね。まあ大丈夫でしょう。飛行機にね乗って分かったんですけど、座席よりもそのとりあえず横になれることが重要なんですよね。まあファーストクラスの次にビジネスクラスがいい座席ってのはいいと思うんだけど、その次にプレミアムエコノミーじゃなくて床の方が快適だと思いますね。私はこれで寝よう。完全に寝てまして全く記憶なかったんですけど、頭部にこうついてるね。このようなわけで東武日光に着きました。今の時刻は午前3時50分で、あと10分でバスが出発します。やっぱね朝一番ってのもいいんですけど、でも本当にしっかりした装備を持ってね、寒さに対応した人じゃないと朝の奥日光ってちょっと辛いものがありますよね。やっぱり
やすごい立派な景色ですね。本当に立派だな、見事な紅葉。ちょっと枯れかけてるけどな、もはや冬です。うん、素晴らしいと、これを見たところで今から13分後のバスでですね、もう折り返し東武日光まで戻ってしまうと思います。これからここはどうも朝7時ぐらいになるとロープウェイが動き始めるんだそうで、バスはですねこのまま7時半まで休憩所として開放してくれているらしいのですが、まあ、これから日光白根山の方へ登っていくのも、まあ、楽しいは楽しいでしょうけれども、でもちょっとね、天候がいまいち山の上はあまり芳しくないようでして、まあ、ここら辺でとどめておくのがいい思い出になるかなと。まあ、別にそこまで登山にこだわっているわけでもないし、明るくなってきましたんでね、ここまで登ってきた道のりを、帰り朝一番のこっちから帰っていくね、朝6時のあの山から降りていくバスなんてどうせ誰も乗ってないに決まってるんだから、ガラガラのバスからね好きなように眺めて楽しむというのも、これも十分いいものだと思います。まあ、ちなみにここがもう群馬県側に入っておりまして、丸沼高原というところです。大体ね、今すでにもう凍える寒さなのにね、私もうまく喋れませんけど寒くて、これ以上ロープウェイなんか乗って山の 2000m だなんだ、そんなとこまで行けませんよ。高山植物とかではなさそうだけどな、こんなに私は寒い寒い言ってんのに、こっちの余裕で花まで咲かせてやがりますからね。大体もうね、周りの人たちがみんな登山ガチ勢みたいな格好しててね、あの私だけですよ、まあ当たり前ですけどね、革靴で来てるわけですからね、ちょっとさすがにあまりにも周りこうなんかあの山を舐めすぎてるような人に見えちゃうし、まあその見えるのは別に構わないんだけど、実際山を舐めてるというか、あの山用の装備なんかしてないところか、気温すら対応していないという状態ですんで、これ6時13分のバスで帰るんです、正解ですよ。今もうすでに6時多分5分ぐらいですからね。あ、ここで後ろにこうバックに美しいモミジがあるなみたいな、いち早くまた今年のモミジを眺めることができましたぐらいでいいんじゃないかと思います。ほんと寒いな。でまあこれ多分ね、もうちょっと日が出てくれば、今日快晴なのでこの辺りはいいと思うんですけど、山の上は分からないからな、いくら快晴でも山の上は無理なんじゃないかな。日光からバスでどうも2時間ぐらいかかってるみたいですからね、大勢とかもうその辺りまで来てるみたいですよ。こんなに朝早くからバスの運行があるなんておかしいと思っていましたが、やはり私もそう考えたのですけれど、朝一番、沼田、群馬県の沼田からお客さんを乗せずに回送してきて、途中から一応ついでということでお客さんを一応拾える形で、回送がてら運行されるバスがこの朝一番の上り便なのだそうでした。本日は単日コースをご利用いただきまして誠にありがとうございます。運転手さんとも2人っきり、お客さんは大型バスの中に私ただ1人だけです。運転手さんのすぐ後ろのところに座りまして、いろいろとお話をする機会もありました。沿線の案内とか、それからあちらの辺りが綺麗になってますよ、そういうことをいろいろと教えてくださったのです。このように紅葉は真っ盛り、高級な超高級何千万円もする自動車に乗って、専用の運転室付きで、もみじの中を大きな窓から眺める最高のドライブになりました。左側にちょうどダム湖がありまして、これ多分ダム湖だったと思うんですけど、ちょうど今その脇の道を抜けていくところ、いや本当に綺麗でしたよ。これはこの先にキャンプ場がありまして、そこにバスは一度立ち寄ることになっています。お客さんを拾うためです。道中ではこのように非常に細い道を通っていきます。これバスと自動車と途中で入れ違うという場合には結構大変なことになり、途中で自動車が脇に避けてくれるという場合が多いようです。また冬の時期になりますと、ここを入っていくのはかなり大変な、冬の時期だったと思うんですけど、雨とかだったのかな、あのもう大変ね、難しいという時には、下のそのキャンプ場のところに電話をして、バスに乗るお客さんがいるかどうか確かめて、もしいるのであれば場合によってはそちらからお客さんをこの上の道まで送ってもらったりとか、それからそうでなければ、もし誰もいなければバスがもうそこのキャンプ場に入るということはなく通過するとか、そういった特殊な運行をしているようでした。朝早く一番でこの辺りを山歩きをしようという人たちがたくさん見られ、湖面には木も棚引き、本当に素晴らしいもの。ちょうど皆さん合宿が何かでおいでになったんでしょうか、一番いい時期に来たと思います。唯一の難点は寒いということです。湖面から立ち上る霧、それから手前側のこのもみじ、何をとっても素晴らしい、本当に朝の最高の贅沢なドライブになりました。それから先、このように朝日が昇ってきて一層険しくなりました。これは山道がだんだんこう昇っていって、そして栃木県側に越えていくからというわけです。脇には川が流れていて、こちらからもやはりさっきまでほどではありませんけれども、少しずつ煙が昇っているのが見えます。この険しい山道のところも、バスの運行は、まあ、それなりにあるそうですけれども、栃木県側に入ってしばらくするともうお客さんを拾うということはないのだそうです。今日光湯本温泉の側に入りました。
この湯本温泉のところも紅葉がちょうど綺麗になっていますから、ぜひ楽しんでくださいねと運転手さんが私に教えてくださって、運転手さんはもっと綺麗になっていることを想像したようなので、あーごめんなさい、もうちょっと綺麗だと思ったんですけどねというふうにおっしゃってましたが、私としてはもう十分に、いやこれは美しいですよと、そしてまたこちらも、この温泉越しに眺めるこのもみじの景色がやはり素晴らしく、いやこれ昔訪れた奥日光を思い出しますよ、小学生以来です。その当時の運転手さんは、まあ、運転手さんが聞きたかったかどうか分かりませんが、私も話しまして、運転手さんもいやそれだけこのバスに乗って楽しんでくださるんだったら光栄なことですと、そういうことをおっしゃっていました。運転手さんもとっても優しい方で、人当たりのいい方で、他にはどのような路線に使われるんですか。冬になりますと、これがバスは新宿から水上方面とか、それから島温泉の方面もバスも運行しておりますから、ぜひどうぞ今度はそちら群馬県のお出かけの際にこちらご利用になってみてくださいと言われ、この運転手さんに言われるんだったらこれはもうやっぱり行った方がいいな、いや今度じゃあバスに乗って島温泉でも行くかと、そういう風に考えたわけでした。ともかく専用の優しい運転手さんにガイドをされて、大型バスで一人で貸し切ってなんていうことは、まあ、できないと思いますので、朝の日光の上りのこの一番に日光夜行で行って、それでこの紅葉を眺めるというのもいいのではないでしょうか。正直最初はあまりいい利用方法ではないのかなと、ただ夜行列車で行って山までせっかく行ったのにもうすぐ下ってくるなんてバカバカしいことだと思いましたが、このようにオレンジ色に染まった朝日、そこから眺める様々な紅葉、黄色い葉っぱに、それからこの千畳ヶ原、この原っぱからもまた霧が昇っています。何をとっても朝一番の早朝のドライブというのはいいものですが、やはりもうこの時間になると下の日光市方面から、まあ、ここも日光市なんですけど、いろは坂の下から日光の奥日光の方まで登ってくる人たちが多く、道はだんだん混んでくるものです。しかし私の側はまだまだ上りの便ですから、こんなに道が空いているとい、もうかなり空いているわけでして、見ていただいても分かるようにあんまり道が混んでいて困るということもありませんから、後ろに誰もいなければここが綺麗になっていますので、ちょっと速度を落としますね、そういったことまでしていただけました。バスはそれでも当然のごとく時間通り随分早く日光の駅に着きまして、まあ、先に言うと日光から先の連絡の列車も時間がちょっと足りなかったのですが、ちょうどいいように旅行をすることができました。竜頭の滝のすぐ入り口のところなど、このように、いや最高だこれは、運転手さんも速度を落としてくれました、後ろに車がいなかったからです。私は随分こういうところで自分で言うのもなんですが、この街で、街というか旅行中に運転手さんとか、それからあとはまあなんか駅弁屋さんとかお蕎麦屋さんとか、そういったところで喋ると、まあ、結構いろいろと皆さん親切にしてくださるということが多いもので、多分なんか旅行が好きなのがわかるんですかね、あここいいですねと、あここはこう、そうこれが素晴らしいんですよとか言うと、向こうもあこれは素晴らしい、本当にいいということをきっと嬉しくなるのか分かりませんが、もっともっといろいろなサービスをしようというふうにしてくれるものです。今右側に見えておりますのは中禅寺湖で、中禅寺の周りにはこのように木が植わっていますから、バスから降りなければその本当の美しさを見るということはなかなか難しいのではありますけれど、しかし本日であればもう木々も色づいていますから、この木の鮮やかに染まっているその美しい朝から、赤からまた奥に湖を眺めるというのも、これもまたいい光景でした。この秋ならでは、まあ、もしくは新緑の時期でしょうか、新緑の時期もいいですよね、運転手さん、もちろん新緑も最高ですから、ぜひまた乗ってみてください。もちろんまた日光に行くときに、きっとこのまま群馬県側に抜けて、今度はあったかいちゃんとした観光をして、丸沼高原、そして奥日光白根山の方まで登っていきたいものです。大きな鳥居を越えて華厳の滝のあたりも過ぎ、あとはいろは坂を下るのみ、朝一番まだ7時、なんとも贅沢なドライブになりました。いろは坂のあたりもこのような感じ、非常に美しくて良かったけれど、ただやっぱりバスでこれを下るというのは大変なものです。大型バス、これもうちょっと狭かったら曲がれないですよね、いや本当大変なんですよ、運転手さんもそういう風におっしゃるようなところもいろは坂の中だけではなく途中何度もありました。非常に困難な道のりです。これがまた下のあたりまで降りて、いろは坂の下から日光の駅のあたりまで、そこから大変に道が混むことがあるそうでして、日光市内の渋滞によってそこだけで1時間30分ほどかかるとか、とんでもないことになっているとも教えていただきました。特に朝の時間帯はまだいいのだけれども、だんだんこれからは混んでくるような時期、今日もこれから混雑するのではないか、そんなことを言っていました。その混んでいる道、非常に美しい、いろんな人たちがドライブに訪れている、もうすでに訪れ始めているこの日光をほぼ独り占めすることができたと言ってもよい、実にいい思いをしました。今新京の脇を渡り、日光の街中を抜けて、もう間もなく東武日光の駅に着くところです。宇都宮からさらに川越線、そして乗り換えて川越まで向かい、
その後さらにですね、今日は茨城県の観光もするということになります。群馬県、栃木県、そして埼玉県に茨城県を見物して、今日の夜は先ほども言いましたが、神戸県じゃないや兵庫県ね、そこまで行った後京都府ですよ。大変なものです。朝4時にね、この日光駅を立って、それから群馬県の県境のところまで越えて、丸沼高原まで行って戻ってくる。 いい4時間のドライブでしたよね。そのうち半分はぐっすり眠っていったし、ここまでのスペーシアでもかなりしっかりとした睡眠をとりましたんで、まあ今日は5時間ぐらいは寝たのかな。まあ5時間寝りゃある程度なんとかなるもんですよね。